6号では砲塔後部のハッチを組み立てます。今回付属するパーツです。最初にパーツ B の後部ハッチにグリップを取り付けます。ハッチの表側の2箇所の穴にパーツ G のハッチ用グリップをはめ込み、裏側からネジ DP2 本で固定します。次にパーツ D のハッチ側のヒンジの突起の間にパーツ C の開閉用アームを挟み込み、ネジ GP で留めます。アームの向きに注意して、またネジの締め具合を調節して少し固めに動くようにしておきます。後部ハッチの開閉部分を組み立てます。組み立てた開閉部をハッチの裏側の穴に合わせてはめ込み、ネジ FM2 本で固定します。ここが浮いているとハッチを閉めた時に少し浮いてしまうので、しっかり締め込んでください。次に後部ハッチの開閉部分を組み立てます。パーツ A の後部走行板の裏側にパーツ E のヒンジをはめ、 BM ネジ2本で固定します。ハッチ保持機を組み立てます。パーツ I のハッチ保持用の突起の間にパーツ H のハッチ保持機を差し込み、 FP ネジで留めます。ここもネジの締め具合を調節して保持機が動くようにしてください。完成した保持機を後部走行板の表から差し込み、ネジ CP で固定します。はめ込むときに保持機の突起と走行板の切り欠けを合わせてください。後部ハッチを後部走行板に取り付けます。表側からハッチ部分がぴったり合うようにはめ込み、ハッチ裏のアームを走行板裏のヒンジの間に差し込み、ネジ GP で固定します。ここもネジの締め具合を調節してハッチが開閉するように調節します。ただあまり緩いとガタつくので少し固めにしておきます。後部ハッチ裏側にある穴にパーツ F のハンドルをセットし、 BM ネジ2本で固定します。最後に完成した後部走行板を砲塔後部に取り付けます。側面の走行板と一緒に共締めするので、ネジ位置を確認して砲塔上部と隙間が開かないようにして締め込みます。このネジは締め込むときに少し硬いかもしれませんが、力任せにねじ込んでネジを折らないように注意してください。これで6号の作業は終了です。